皆さんこんにちは。6月に入ってね、クワガタ取りそろそろ本格化しています。はい、ということで今日は公園でクワガタを取る方法について紹介したいと思います。はい、公園でねクワガタ取れるのかって思う方もいらっしゃると思いますし、あとね取れるの知ってるけどなかなか取れないよっていう方もいると思いますので、今日はね、どうやったらねクワガタを取る確率が上がるのか、説明したいと思います。はい、ということでね、現場で説明しますけど、大きなこと、まずクヌギの木、コナラの木を探すことです。はい、どういう木かっていうと後で紹介しますが、どんぐりの木ですので、下にねどんぐりが落ちてれば、あ、クヌギコナラかなって思っていただいて結構です。はい、そしてね、その中でもですよ、クヌギコナラがあったとしても、樹液が出ている木と出てない木があって、10本に1本20本に1本ぐらいがねドってね樹液が出てる木がありますので、そういったところの木を探す。そして樹液が出てても甲虫がつかない木があるんですね、そういった木も、除いてですね、甲虫がつく木、そこにクワガタがいる可能性が高いですので、今日はそのあたりを中心に、紹介していきたいと思いますので、最後までご覧になってください。では母さん行ってみましょう。はい、はい、これがねクヌギの木、これ若い葉っぱでもうちょっと大きくなりますけど、巨子がねツンツンしてるのが特徴です。巨子って言ってこの針みたいなやつね、痛くないですよ。はい、そしてクヌギの木のどんぐりは あったな、これ結構一昨年ぐらいのあれだけど、まん丸どんぐりが、クヌギのどんぐりの特徴です。はい、そしてちょうどね、よいしょ、これがコナラの木です。葉っぱが少し、そうギザギザギザってなってるんですね。ツンツンがあんまりないんだ。一般的に幅広ですね、クヌギより。クヌギは細長い感じですけど、もうちょっと幅広なのがコナラの木です。コナラのどんぐりはどんぐりらしいどんぐりですよ。はい、こういうどんぐりって感じのどんぐりがコナラのどんぐりです。はい、こういうところね、いかにもいそうですよね。ただね、よくあるんですけど、アリがこう繁殖してるところ、こういったところでね見つかるケースはほとんどないですので、ごく稀にあるんですけど、アリがいるところはね、あ、アリいるからやめようかなって言って、もう捨てていいと思います。お母さん出てますよ。ほら、樹液が出てます。こういったところ要注意です。ちょっと母さん近づいて、はい、撮影してもらっていい？はい。近づいて、コガネムシ科の甲虫とヨシボシ結色水。はい、ということでね、こういったね甲虫が樹液を吸っているところっていうのはチャンス大ですね。こういう木を見つけたら、この木をね念切りに探してみましょう。はい、こういったね樹液が出てるところのこういった月、ちょっと音の後ろに来てもらって。私見つけましたよ。母さん、どこにクワガタいるか分かります？じゃあ行きますよ。分かった？分かりました。いるでしょ、これですね。そうそうそう、こういうのはねもう穴の中にね潜られたら取れないで諦めましょう。あんまりグググググやるとクワガタ傷ついてしまいますんでね。なのでこういう時取る時どうするかっていうと、こういった細い棒、母さん一回ちょっとあれして、こういった細い棒で手前からやると奥に潜られちゃいますんで、奥に刺すんですよね、こういうふうにね。こんな感じでいいかな。このぐらいで奥に刺す、奥に刺す、でチュ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 ってやって、こい出てこい出てこい出てこい。はい、ということでね、これもうがっちりはまってますんで、無理にこれ取り出そうとするとクワガタ傷めちゃいますんで、これはこのままにしときましょう、母さんよ、はい、ということで撮影だけしといてください、はい、で、ハサミからしてこれコクワガタだね。はい、じゃあねこのね樹液の直下も見てみましょうか。直下ね、はい、こういうところ、こういったところにね潜ったりもしますんで、こういったところもちょっと見てみましょう。はい、じゃあね掘ったらね、こうやってね戻すようにしましょう。ちゃんとね元通りにしましょうね。はい、ここコガネムシ科の甲虫、そして下にヨズボシ結色水もいますね。いっぱいいた。はい、はい、母さんおいで。すごい、すごいの見つけた。カナブン10匹、10匹以上。カナブンじゃないや、コガネムシ科の甲虫ね、樹液争いしてますよ。ちょっとズームします。うん、すごい、いっぱいで、その周り探していくと、ほら母さんここにも出てるよ。
あ、この辺で、ここも出てて、ヨジブス景色水がガリガリやってるね。で、ここにもヨジブス景色水ね、ここにね、ポってね、あの木の枝にクワガタくっついてることもありますけど、いないね。ああ、ここ、コカブト言いますよ。コカブト、あ、甲虫がいる。一応ちょっと見てみるか、コカブトちゃんな、うんうん。スズメバチも来た。スズメバチ、あ、スズメバチよくいるんだよね。はい。まあこういったのもね、樹液に集まりますよね。あ、コカブトあんまり樹液に集まるっていう感じではないって感じだったけど。あ、そうなんだ。樹液も吸うみたいだけど。はい、ここもね、いっぱい出てますね。うん。うわー、母さんこっちの方がすごいや。いっぱい。いないかな。いないね、パッと見ね。隙間の奥にいますね。それは釣れそうだぞ、母さんよ。見える？これですか？うん、この奥だね、この奥だね。見える？なんか見えるけど、これクワガタ？あ、クワガタだ。クワガタだろ？あ、大きい、本当だ、後ろにいる。うん、これはね、取れそうですね。上に潜られると厄介だから、下にこうやって下に行きましたね、行きましたね、下に一回したら、今度はケツの方からね、こう追い立てますね。よしよし、全身全身全身ですよって、全身ですよって、チュ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 、全身全身全身前進してきましたよ、母さん。お、来た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 。ここまで来るとね、よいしょ、はい、いました。はい、多分ね、コクワガタのメスだと思いますね。スジクワガタのメスだと、もうちょっと多分きっちりと思うからな。あ、見つけた。あれそうだよね。どれ、ほら、あそこに出てるの。あ、あ、本当だね。じゃあこれはちょんとやって落とすぞ。はい、これでしょ。それ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 、せーの、よし。お、引っかかった。あ、怒ってる。ちょん、優しくちょんと。ダメだ、やばいやばい、潜られる。これ、これ潜られたらやばい。ちょっと、その網は届かないか。あ、そうだね、網がいい。網に引っ掛けたらいい。そうだよ、網にね。これね、網はね、くるくるくるってやるとこれ引っかかるんですよ。よし、はい、取れました。母さんすごいね、よく見つけたね。見つけた、嬉しい。コクワガタだね、コクワガタのオス見つかりましたね。同じ木ですね、メスと一緒にいましたね。まあ一緒にはいなかったけど、同じ木にいましたね。はい、ガッツって叫んだら潜られた。ほんと、この中、この中、どうだ。断り、急ぐぞ。はい、どうだ、出てくるかな。よし、あ、ちょん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 、よし、こっち側、こっち側に入んないで。よし、いや、2匹いた、こっちにもいた、こっちにもいた、こっちにもいた。いやー、あ、で、こっち、こっちから出てくる、こっちから出てくる。よしよし、1匹取ったと。はい、1匹取りました。あ、ちょっと待ってね、ちっちゃい、かわいい、ちっちゃいね、うん、3匹目で、ちょっとこれはあれだな、これつがいなんだな。敵、敵だよって。ほら、バックバック。お、お、よし、出たー、網の中にいる。これはよ、つがいだからさ、これ持って、一緒に入れてあれするとなんか申し訳ないからね、夫婦仲良くよ、ここにいたわけだよ、母さんよ、ということでさ、もうこのぐらいにしようか、母さん、今日についてはね、ということで、このつがいはね、一緒にね、
あのここの穴に戻しますね、母さんよ。そうですね、じゃあちょっと取ってあげて。はい、よし、じゃあ母さん取ってください。ここにメス同士が今一緒にいます。はい、オスは取りましたか。ちょっと待ってね、これちっちゃいオス、うん、でこれが大きいオスだね、うん、はい、この隙間に入れてやりましょう。はい、あ、こっちの方がいいか。入ってた、入ってた。で、大きいオス、大きいオスを、大きいオス、ここの隙間に返してやりましょうね。メスと一緒にね。よし、入ってた。よし、入ってた、入ってた。うん、結構深いね。うん、結構深いね。入ってたね。うん、よし、これでいいだろう。やめてもいいだろうね。あとは、木に登っていくでしょう。はい。はい、ということでね、今日はクワガタを取る方法について紹介してみました。まずはね、クヌギコナラを見つけること、そして樹液が出てる木を見つけること、そしてその樹液に甲虫が集まっている木を見つけること、その木をね、重点的に探すとクワガタを見つける確率が高まると思いますので、皆さんも探してみてはいかがでしょうか。ではこの動画良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。